多くの人が行き交う渋谷駅のハチ公前広場で人が歩く振動で電気を生み出す実験が今日から始まりました。渋谷区が行うこの実験は、ハチ公前広場に1平方メートルの発電床を設置して発電量や耐久性などを調べるものです。発電する床は歩道に埋め込まれていて、この上を通るだけで簡単に電気を起こすことができます。人が踏むだけで、先ほども少し言いましたけど、床面に振動が発生してるんですね。でその振動のエネルギーをその発電素子で電気に変えようというのが発電床の仕組みです。体重60キロの人が2歩歩くと1ワット発電し、生み出された電力は発電量を示す電光掲示板などに使われます。仮に1日およそ70万人から90万人が通るハチ公前広場全面に発電床を敷けば、40ワットの蛍光灯400本が24時間つけられるということです。できるだけ多くの人に環境活動にも参加していただきたいと、そういった願いがあって、導入しても二酸化炭素発生しにくいものをできるだけ導入を図っていって、全体の 1% ぐらいできたらいいなと。この実験は25日まで行われ、振動による発電で LED を点灯させる体験コーナーなども設けられています。渋谷区ではスクランブル交差点に発電床を設置するなど大規模な導入も検討したいとしています。しかし大規模に導入するには、発電床の発電効率をいかに上げるかや量産体制を整えることが今後の課題となりそうです。